はい、こんばんは。ナンバーアイが世界一大好き、893チャンネルです。はい、今日はですね、テレビで音楽番組「The Music Day 2024」が放送されていたんですけど、今日は人気男性アイドルグループ、ナンバーアイが登場して新曲スクエアワンとボンの2曲をテレビで披露したってことで話題になってますね。で、ちなみにスクエアワンはテレビで初披露したってことなんですけど、今日のナンバーアイのパフォーマンスを見て思ったのは、いや、やっぱりね、ナンバーアイはかっこいいなぁと思いましたね。はい。まあ、というのも、ナンバーアイなんですけど、やっぱりね、前はね、ジャニーズ事務所時代は、キング&プリンスとして、活動していたと思うんですけど、平野紫耀君、神宮寺勇太君、岸優太君、今のね、2B のタッキーの事務所に移籍してからはね、本当にね、絶好調だなと思いますね。はい。で、特にね、今日披露した新曲の「スクエアワン」っていう曲なんですけど、この曲は今までのナンバーアイにはない、本当にね、斬新な曲で良かったなと思いましたね。はい。で、ちなみにね、もう一曲、ボンなんですけど、こちらの曲もね、もうすでにね、何回も披露してると思うんですけど、こちらの曲は、和風なね、日本風テイストの曲なんですけど、こちらの曲もなかなかいいなぁと思いましたね。はい。いや、しかし本当にね、平野紫耀君はイケメンだし、で、神宮寺勇太君は、ダンスがとても上手で、ダンスじゃなくて歌がとても上手で、で、岸優太君は、ダンスが、本当にね、上手だなと思いますね。はい。本当にね、この3人の、パフォーマンスを見てるとね、いや、本当にね、キンプリと、ジャニーズ事務所を辞めてよかったなと思いますね。はい。今日はね、キンプリも出てたんで、ナンバーアイが、共演するのかなと思ったんですけど、今日はね、共演しなかったので、そこはね、本当になんか、ちょっともったいないなと思いますね。はい。どうせなら、今日高橋海人君と、永瀬廉君も、